左足のインスイングか、まっすぐのボールでした。大迫でした。シュートを打った、ゆるきのシュート。まあゆるき選手もね、よく枠に持ってきましたけど、うわー、入ってるよ。出ましたね。避けないっていうね、よく最後までボール見てね、しかも合わせにいってますよ。これがまたね、ディフェンスとしては気持ちがいいんですよ。そうですか。三歳、そしてまた奥、鈴木降りた、田代のブロック。いやー、田代、肩もあんた中央、近藤ワンタッチ、近藤抜け出せ、近藤抜け出せ、近藤松本、いい守備見せました。早いパス交換から近藤のこのシュート、落ち着いて枠にシュート流し込んだんですが、さあ中央通った安西、安西からスルーパスだ、和田、和田がシュート、キーパー正面、そのまま持ち、だ、分厚い攻撃、これも防ぐ、最後も防いだ、和田、和田がシュート、キーパー正面、そのまま持ち、もう一度持ち、だ、分厚い攻撃、これも防ぐ、最後も防いだ、遠の攻撃でした、沼津。中、こいつ見ますが、左足巻いてきた、どうだ、クリアか、残したか、入ってないですね、井上のスーパークリアです。変わった、マルコスジュニオル、中野真希さん、ですよね、はいはい、ここは見事でしたよね。なかなかここ見れないですからね、中野のところね。最後は犬飼ですかね。ですね、クルークスからレオセアラ、中にマイクも入っています。そのマイクは届いたか、届きませんでした。なんとかしのいだ、頑張る大阪です。最後三浦玄太、原田、シンプルにマルシーニを使う、枠に入ってきました。抜ける、逆サイド、家永、頭でブロックしました。ここは主審西倉の判断でプレーを止めました。関川はカンテのパスからモーベルグ、足元に入れた、佐々木と向き合った、縦に行きました、モーベルグ、安井がいた、これは際どいチャンスでした。浦和しっかりこう切り返しから振り切ったところ、この面白いねクロスに対してっていうところで、住吉選手はこれ相当難しいボールだと思いますけど、よく触りましたよね。そして松村からマイナスのボールで、また木田、木田から西村だ、西村縦、アンデルソンのフェイスのワンツー、ここにこぼれている、はい、これ先ほどの改めてウベルのシュートシーンです。よく足出しましたね。左足で止めて、右足でね、